皆さん、こんにちは。海外駐在員よりアメリカ最新レポート、渡航するには現地の様子は、ニューヨーク・ロサンゼルス編、HIS ウェビナースタートいたします。本日、司会進行を務めます、株式会社 HIS 人材開発チームの関山千鶴と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず本セミナー開催,に開催の目的でございます。 一部の国から渡航再開に向けた情報ニュースが出てくるようになってまいりました。しかし多くの情報を変更されるルールに戸惑い、今の正しい情報を得られず困っている方は多いのではないでしょうか。そこで本セミナーでは、アメリカ、ニューヨーク、ロサンゼルスにおけるコロナ感染状況、入国条件、各都市におけるレギュレーションやルールなどを、現地のレポートも、VTR レポートも交えながらお伝えしてまいります。 本日はアメリカ在住の当社スタッフもライブで参加いたします約60分間最後までぜひお楽しみくださいそれでは本日のアジェンダでございますトーク1では海外駐在よりアメリカ最新レポートということでコロナの条件なども含めて入国の条件、流れ、市中の様子などを現地 v t ルを交えてお伝えいたします トーク2では当社が提供できますサービスについてご案内をしまして Q&A クロージングとまいりますそれでは早速トーク1駐在員の最新レポートへとまいりたいと思いますトーク1のテーマはですねご覧の3つのテーマに沿ってお伝えをしてまいりますまずはスピーカーをご紹介です本日は現地より3名のスタッフが参加しておりますニューヨークでジェネラルマネージャーを務めます小林 ロサンゼルス支店より小竹、ラスベガス支店より秋でございます。それではお一人ずつ自己紹介をお願いしたいと思いますので、お三方カメラとマイクオンにしてご準備いただけますでしょうか。はい、えっ、ー、と皆さんこんばんは。HS ニューヨーク支店の小林です。えっ、ー、と今ニューヨークは現在夜8時になってます。えー、今日はですね小雪がちらつく寒い気温になってますが、えー、頑張ってまいりたいと思いますので、えー、本日も一日よろしくお願いします。 続けてあの自己紹介をさせていただきます。えー、ロサンゼルス支店におります、えー、小竹と申します。えっと、今はあのロサンゼルスは西海岸になりますので、ニューヨークよりちょっと遅れて、えー、夕方の5時を回ったところになります。えっとまあ、冬なんですけども、まだ比較的あのそんなに寒くはなってない状態で、まあ、朝はちょっと冷えるんですが、10度未満ぐらいの温度で、まあ、日中上がってきますと、まあ、日にもよるんですけど、20度台になることもあったりとかするので、えー、そんな感じで過ごしておりますで今日は1日はどうぞよろししくお願いいたします。 ええ、私 HIS ラスベガス支店に勤務しておりますスチュワート亜紀と申しますええー、ラスベガスもロサンドレスと同じ時間で夕方五時ですええー、昨日から急激に冷え込みましてですね山頂の方では雪がちらほら、えー、積もっているような状況です本日は皆様どうぞ一日よろしくお願いいたしますはい、さん方どうぞよろしくお願いいたします特については司会の私含めて四名で進めてまいりたいと思います えー、それではまずテーマ1ですねアメリカの状況についてです、えー、それでは秋さん新型コロナウイルスの感染状況も含めましてアメリカの最新状況をお願いいたしますはい、えー。ではテーマ1ですねアメリカの状況を私秋よりご説明させていただきますはい、えー。目次になります現在のアメリカの状況としまして新型コロナウイルスの感染状況そしてワクチンの接種状況をお伝えいたします その後は渡航に関しまして、コロナ対策の強化、入国条件、渡航の流れ、日本とアメリカの間を運航しておりますフライト状況をご紹介させていただきます。次お願いします、はい、では、アメリカにおける新型コロナウイルスの感染状況ですが、えー、昨日う1月25日の感染者数は15万人と、1月8日のピークであった30万人の半分になっており、感染者数は下落中です。 アメリカでの感染者数は2500万人現在までの死者数がおよそ42万人となっています世界で一番感染者数と死亡者数が多く世界全体の感染者の約25%がアメリカとなっていますアメリカの人口がおよそ3億2000万人ですので国民のおよそ8%がコロナに感染したということになります そして感染者数のトップの10州ですけれども、カリフォルニア、テキサス、フロリダ、ニューヨーク、イリノイ、オハイオ、ジョージア、ペンシルベニア、アリゾナ、ノースカロライナとなっており、アリゾナ以外はです、ね、人口の多い州トップ10がそのまま感染者数のトップ10と同じ結果になっており、人口と比例している結果となっています次にワクチンの接種状況です。 えー、去年12月14日より医療従事者からワクチンの接種が開始しました、えー、フェーズ1から3に分けられています現在はフェーズ1のカテゴリー 1A が医療従事者カテゴリー、B、えー、1B が75歳以上の高齢者に分類されこの 1A と 1B に分類される、えー、約1900万人が1回目のワクチン接種済みとなっています 1A、1B に続く 1C のカテゴリーは65から74歳以上、そして16歳から64歳でハイリスクなじ持病がある方となっています。その後、フェーズ2に移りまして、学校の先生、コロナにかかりやすい状況で働いている方、えー、お体に不自由のある方、そしてフェーズ3に入りまして、子どもや学生。 またフェーズ1や2に含まれなかったコロナにかかりやすい状況で働いている方となります。それ以外の一般市民はまだ未接種となっています。バイデン新大統領は就任から100日で1億回の接種を目指すと表明しています。国籍に関わらず、ですね、当該州の優先計画に基づく接種対象の住民であれば接種可能となっています。はい、次にコロナ対策の強化です。 先週、大統領の就任式が行われバイデン政権発足によりアメリカ入国条件がより厳格になると言われています。ちょうど本日ですね1月26日よりすべてのアメリカ入国者に新型コロナウイルスの検査証明の提示が、えー、義務付けられました。 旅行者は、米国行きフライトの出発3日以内にウイル,ウイルス検査を受けて、えー、検査結果を書面または電子情報で航空会社に提示します。えー、提示できない場合は、搭乗拒否の対象にもなりますので、必ず渡米前にコロナ検査を受け、陰性証明書を取得してください。また、感染者については、回復したことを証明する書類を提示します。えー、また、フライト搭乗前に制約書を提出します。 この内容はコロナ検査で陰性だったことや陰性証明書が偽りのないものであることを制約しますアメリカ渡航前に実施する検査に加えてアメリカ到着後3日から5日後にです、ね、再度検査を受けた上で旅行後7日間は自宅待機するように要請されていますもしアメリカ到着後に検査を受けない場合は7日間ではなく10日間の自宅待機を推奨しています、はい では、入国条件ですが、先ほども申し上げた通り、本日より日本からアメリカへの入国は、自然の PCR の陰性証明が必要です。入国できるのはどなかどなたかということですけれども、日本国籍の方はエスタを取得しての渡航が可能です。アメリカのビザは種類によってアルファベット分けされていますが、学生であれば F ビザ 企業系であれば E や L ビザなど、えー、現在有効なビザを取得している方も入国が可能です。えー、ただし、日本国籍の方で渡米2週間前に次の国に渡航歴がある方は入国不可となります。えー、主にヨーロッパ地区、そして中国、ブラジルに渡航履歴がある方は入国できません。えー、では渡航の流れになります。 えー、渡航前に日本で準備が必要なものとしまして ESTA の取得、えー、エスタ2年間有効ですその間にパスポートを切り,たい切り替えた方は再度エスタの申請が必要になりますのでご注意ください、えー、航空券ホテルの手配をしますビザがない人は必ず往復の航空航空券手配が必要です えー、事前に PCR 検査の予約を済ませまして出発3日前になりましたら検査を受け陰性証明を取得します。また皆様が行く目的地ですねアメリカは州によって規定が違いますのでその州が事前にオンラインで旅行フォームの入力を義務付けている場合はオンラインにてフォームを記入します、えー、ロサンゼルスやニューヨークへ行く場合はどちらも必要となっています。 また後ほど小竹、小林の方から詳細を説明いたしますが、例えばニューヨークの場合は、旅行前にオンラインでトラベルフォームになかった場合は、最高1万ドル、およそ100万円の罰金が課せられます。そして日本を出発いたします。アメリカ到着後はですね通常通りの入国手続きになります。えー、特にコロナ後、特別な入国方法は取っておりません。 そのため皆さんは普段と同じ入国プロセスで驚かれる方も多いようです、えー、空港到着後は各自ホテルへ移動しますアメリカでは公共交通機関の利用は可能ですそのまま別のフライトに乗り継ぐことも問題ございません、えー、空港からホテルへの移動はできるだけ自身のコロナ感染を防ぐためにもですねどなたか空港にお迎えが来るように準備していくことをお勧めします そして7日間または10日間の自主隔離となりますまた日本へ戻る72時間前になりましたらまたアメリカで PCR 検査を受け医療機関の署名が入った陰性結果証明書を取得しますここで細かい注意点ですが日本出国時の PCR 検査は3日前 アメリカ出国時の PCR 検査は日本政府が定めるのが72時間前となっていますのでご自身が搭乗するフライト時間をよく確認してください3日前に受けたから大丈夫と思っていても例えばフライト出発がお昼1時で検査を受けたのが3日前の朝8時ですとこちら72時間以内に入らないのでこの場合は必ず3日前のお昼1時以降に検査を受けるようにしましょう えー、そして日本へ帰国しましたら、まず到着地の空港で唾液検査を受けます。えー、陰性が確認されましたら、入国手続きを済ませ、各自14日間の自粛隔離となります、えー。日本到着後は公共交通機関が使えませんので、必ずどなたかに空港まで迎えに来てもらうか、ハイヤ、またはレンタカーを利用して自宅へ戻ります。えー、アメリカで PCR 検査を受けなかった場合ですが、 引き続き続日,日本到着後は陰性結果を持っている方と同様、唾液検査を受けますが、その後、すぐに自宅へ戻ることができず、3日間は政府が指定するホテルにて隔離となります。入国の翌日から数えて3日目にまた PCR 検査を受けて、ここで陰性が出ればホテルから出て自宅へ戻ることが可能です。 この場合、ホテルからまた空港へ連れて行かれますので、空港から自宅までのお迎えのアレンジが各自必要となります。はい、では次にフライト情報になります。えー、ANA は LA 週7便、ニュー,ーク、ニューヨークまでは週4便、フライト運行しております。えー、JAL も LA、ニューヨーク、それぞれ週7便、えー、つまり毎日フライト運行しています。そしてユナイテッド航空がニューヨークへ週5便運行しています。 え皆さん今、きっとね、えー、意外と飛行機飛んでいるんだなとびっくりされた方も多いのではと思います。えー、今回はロサンゼルス、ニューヨークを主に取り上げてお話をしていますが、そのほかにも東京から直行便が就航している都市は、サンフランシスコ、シアトル、ワシントン DC、ボストン、ヒューストン、ダラス、シカゴ、デトロイト、アトランタと、航空会社も頑張って全米各地、直行便のフライトを飛ばしています。 はい、ではこちらが運行曜日になります、えー、ANA は羽田からロサンゼルスまでは毎日運行成田から LA までは週4日、えー、運行しています羽田からニューヨークまでは週4日、えー、成田からニューヨークまでは、えー、あいにく現在は運休中ですじゃねですが羽田から LA までは週3便。 成田から LA までが週4便、どちらも曜日が重なっていませんので、羽田もしくは成田から毎日ロサンゼルスまで行けるように編成されています。また関西空港から LA は運休中ですが、アメリカから戻る際は LA から関西空港は現在週1便、毎週土曜日に運行がございます。羽田からニューヨークは週4便、成田からニューヨークは週3便、 こちらもロサンゼルスと同様、曜日が重なっておりませんので、毎日東京からニューヨークへ行けるように編成されています。また、ユナイティッド航空は成田からニューワーク空港まで週5回ですね。飛ばしています。はい、は以上が日本とロサンゼルスニューヨークを往復しているフライトのスケジュール詳細になります。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、入国条件をお伝えいただきました。 アメリカでは入国制限ほとんどこれまでと変わらないというところちょっと驚きでしたあのエスタを取得していたりビザを取得している場合は特に入国制限ですとか注意事項あの渡航14日前までの,あの渡航歴が見られるというお話は伺ったんですけれども、はい。 特別な制限とか注意する点とかっていうのは、ございますかそうなんですね、特にもあの今までアメリカに来られた方は、もうプロセスが全く同じなので、あの質問はき今日から、ね、PCR 検査が義務になりましたから、それが入国審査の時にまた聞かれるかどうか、まだちょっとデータが取れてませんけれども、それ以外は全く変わらないような入国方法となっています、うん、ありがとうございます。 あとは、到着後の自主隔離ですね、はいあの。週によって日付が変わっていたりとか途中で陰性証明書発行できれば短くなるなんていうお話もありましたけれどもこ、はい、の自主隔離の期間はどのように申請というか管理するというか報告をするようなフローになっていますか、はいはい これもちょっと州によって違うんですけれども、ロサンゼルスの場合は事前にオンラインで登録しますが、特に E メールの返信もないですし、後から電話がかかってくることもありません。だから入国の場合は、一部電話がかかってきたりですとか、えー、その後の健康状態はどうですかということで、えー、メールの確認が来たりしますが、まあ、あの特に後追いシステムが確,立確約しているわけではないので、もう、あのー、アメリカ的な感じでじ皆さん、自主的に任せているような状況です。 そうです、ね。はい、ありがとうございます。はい、ではあきさんより、えっ、ー、と、アメリカとの状況を伺ってまいりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。では、続いてテーマツへと行きたいと思います。ニューヨークについてのレギュレーションルールについて詳しく伺ってまいります。ここからはニューヨーク市で小林よりお伝えしてまいります。それでは、小林さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では、あの、小林よりですね。えっ、ー、と、ニューヨーク州都市ですね。 の感染状況、入州条件、感染対策、視聴者の滞在、規制や日常生活、まあ、それらをまとめたあの動画の方をです、ね、見ていただければと思います、はい、次お願いします <laughs>、はいえー、とニューヨーク州の感染状況なんですけれども、えー、州全体で、えー、と昨日の段階で135万人ニューヨークシティで57万人となってまして感染者のうち約4割がニューヨークシティの感染者になっています ただ、こちら特別多いということではなくて、週の人口の比率とほぼ同じとなっています。1月の8日がピークで,です、ね、2万人ぐらいの感染者がいたんですけれども、昨日の時点で1万人ちょっとということで、ピークは超えている状況です。はい、次お願いします。はいえー、と入手条件なんですが、ニューヨーク、少し厳しくなってまして、まずトラベルフォームの記入と、10日間の自主隔離。 こちらが義務化されています。トラベルフォームについては後ほどお伝えします。で、ただですね、この10日の自主隔離が短縮される措置がございまして、4日目ですねに陰性が証明されればそれ以降の自主隔離は不要と。ここがあの他州と大きく異なっております。またよくある質問なんですけれども、まあニューヨークについてニュージャージーに行くとか。 まあ、もしくはニューアーク空港、ニュージャージーについてニューヨークに来る場合の規制について質問を受けるんですけれどもニューヨークに隣接するです、ね、ニュージャージー、コネチカットペンシルバニア等の州をまたぐ移動に関しては特に規制、えー、の対象外となっております、はい、次お願いします。 はい、えー、とこちらですね、私の情報なので少し古いんですが、えー、と10月にアメリカに戻った際に登録した、えー、とトラベルフォームの例になります。えー、全部で8ページぐらいですね、えー、と名前ですとか、電話番号とか、住所とかの、えー、と質問がありますが、特に難しい内容ではございません。ちょっと英語なのでね、えー、少し時間かかるかもしれませんが、簡単な内容を登録していただいて、注意点としましては、えー、と右にある画像があるとおりですね、 最後のページ、Please take a screenshot of this page と書いてありますけれども、こちらがですね、登録が完了しましたよという証明になります。なので、まあ、スマホでですね登録した方は、こちら、スクリーンショットを撮っていただいて、最近の情報ですと、JFK、の JAL で到着された方ですね、イミグレーションを通った後に、こちら、検疫のところでこの登録をしたかというチェックがあったり、 という話がありましたありましたし、あとあのホテルですね、に宿泊する際にホテルのチェックインの時にこれの提示を求められたという例がございますので、こちら必ず登録とスクリーンショットを撮るということを忘れずにお願いいたします。はい、次お願いします。はい、えっ、ー、とニューヨークシティの方のですね、えっ、ー、と感染の対策についてえっとご説明をさせていただきます。 こちらです、ね、あの非常にあの科学的にです、ね、コントロールがされてまして、あの市を、ね、ZIP コード、郵便番号ごとにえと分けてで、過去7日間の陽性率をまあマップ化してです、ね、色別にすることによって、その色ごとに規制をするという対策を取っております。なので、よく聞かれるんですけども、ニューヨークシティ全体としてのロックダウンというのはしておりません。 でこちらの右のです、ね、地図を見ていただいてわかる通りえっ、ー、りマンハッタンですね、この色が薄いのは陽性率が低いということなんですがあの非常にまあ約3%前後と低くなっておりますので、まあ、ニューヨークシティ、えー、感染者数が多いという話がありましたけれどもマンハッタンにおいては非常に、えー、と感染リスクが少ない状況になっております。はい、次お願いします。はいえー、と皆さん出張で,です、ねえー、とニューヨーヨクに来られた際です、ね、の、 えーまあ、空港からのアクセス等なんですけれども、こちらに記載させていただいてます通り、特にです、ねえー、と空港からのアクセスに制限があったりとか、ホテルが予約できないとか、そういったあの厳しい規制はございません。えー、と自主隔離となりますので、まあ、ホテルで滞在中はなるべく外出はお控えいただく形になるとは思いますけれども、まあ、普通にスーパーですとか、コンビニで食料品の調達も可能となってますので、えー、と特に不自由を感じることはないかと思います。 ただあの、先ほど秋からですね、話がありました通り、えー、自主隔離中、ですね、えー、電話だったりとか、あとはショートメールで、えー、と当局から連絡が、えー、と来る可能性がございます。私もあの10月帰国した際、ですね、到着した3日後、そして1週間後、で最後は14日後ですね、に、えー、と直接電話が来ましてで、体調どうですかみたいな、えー、とそういったあ簡単なやり取りがございましたので、えー、こちら、必ず。 登録を忘れないということとま電話が来たらですね。まあ、メールが来たら反応するということをよろしくお願いいたします。あと、あの到着4日後にですね。検査をして陰性が証明できればその後自主隔離が不要になります。で、こちらに関してはニューヨーク市内にえっとかなり今、今えそういったあのレピットテストというですね。ま30分程度で結果が出るようなサイトがいっぱいオープンしてまして、こちらの弊社でもえっとアレンジが可能となってますので、ご入用の際はぜひお問い合わせください。 はい、次お願いします、はいえっと、動画の前にです、ね、最後に、えっと、ニューヨークの規制や日常生活なんですが、まあ、いろいろとあの細かい規制はあるんですけども総、えっと、じて言えるのはです、ねあのまあ、生活してて不便は感じないというところになります。 でロックダウンが3月にされてからですね3ヶ月後の7月ですかね、100日後に解除されて以来、ニューヨーク市に関してはロックダウンはされておらず、えーま、オフィスも普通に通えますしま、公共交通機関も動いてますし、あのま、店内での飲食というのは今、再び禁止になってますけれども、商業施設等も空いておりますので、特に、えー、と生活に不自由は感じ,る、えー、感じることはございません。 ただ、街中歩いてますとえまあ今まであったお店が相次いでクローズしていたりとかあとはまあレストランがあの閉まっているとかあとですね最近はの賃貸があの非常にあの引き続き高額ではあるんですけども相場が下落してまして12月前年対比。 で、二十パーぐらい下落しているとのことです。で、まあ、皆さん、あの、まあ、ロックダウンしてないものの、えー、テレワークを継続している会社が多いので。えー、マンハッタンの、まあ、オフィス街に関しては、比較的、えー、っと、人手が落ち着いているという状況になります。はい、それでは、あの、動画、いろいろ撮ってきましたので、えー、っと、動画の方をお願いいたします。 はい、えっ、ー、と。まずはちょっと私の通勤風景ですね。こちらあの会社の近くにあるグランドセントラルというあのターミナル駅になります、えー、コロナ前はですね。本当に人と人が肩がそれぐらい混雑してたんですけども、今はこんな感じです。で、こちらちょっと違う駅なんですけども、もえー、通勤で使ってる駅の改札ですね。そして駅のホーム車内を撮影してまいりました。 まあ、コロナ前はですね地下鉄あの登場率非常に高かったんですけども、まあ、コロナになってから、まあ、感染をちょっとあの怖がる方も多いということで、えー、っとだいぶ空いている状況ですただ見ていただいてわかる通りですねあのニューヨーカーもうほぼほぼ100%マスクをしてますしあと椅子もですねあのきちんと隣り合わせにならないように特にあの提示があるわけではないんですけどもソーシャルディスタンスを保ってます はいこちらが朝8時ぐらいのですね弊社の会社の前のあたりの通りになります。まあ、コロナ前と比べますとえっ、ー、とだいぶ人通りが少ない感じですねこれ8時40分ぐらいですかねの5番街になります。はい続けてちょっと弊社のオフィス の紹介なんですけどもこちらオフィスビル入り口にソーシャルディスタンス取るようにという張り紙があったりとか、えー、エレベーターのところに消毒液ですね、まあ、これ日本ももうすでに徹底されていると思いますけどもニューヨークもしっかりとソーシャルディスタンスも徹底されておりますで弊社もですね今あのオフィス自体はクローズをしてるんですけども私もあの、まあ、毎日のように会社の方には来てまして体温計ですとか、えー、感染対策グッズっていうのを置いてしっかりと、えー 安全の対策を取っております。で、60人ぐらいいたんですけども、現在は一人か二人しか出社してないという状況です。で、こちらちょっと宣伝なんですがテミというですね、えっ、ー、とロボット、あの HS でも、えー、実は日本で販売してるんですが、こちらが非接触型の、えー、まあコミュニケーションツールロボットっていうんですかね、になっています。で、まあ今後ですね、えっ、ー、とコロナが明けた後、まあお客様が戻ってきた際にですね。 あのまあ接触をしないでお客様とサービスが提供できるように、えー、まあ弊社スタッフ引き続きテレワークをさせていただいて、まあこういったロボットを使ってですね、お客様に対してのサービスを提供しようというふうに考えています。こちらあの社内のあのスタッフとたまにこうやってあのコンタクトを取ってます。はいえっ、ー、と続けてですね、街の様子を取ってまいりました。 こちらがちょっと前なんですが、年明け1月2日土曜日の、えー、タイムズスクエアになります。非常に天気が良かったということと、えー、アメリカに関してはあの、サンクスキビングからですね、まあ、年末まで、ホリデーシーズンといいまして、まあ、皆さん、ショッピングとかあの旅行に出かける時期なんですけれども、まあ、ホリデーシーズン最後の週ということもありまして、えー、思ったよりも人出が多かったです。 州を越えての観光客というのはあまりいないと思いますので、おそらく、えー、ニューヨーク州の北の方とかから来てる方がメインかなと。でこちらがあのロックフェラーセンターの前の通りになります、左手に見えるのが、えー、と有名なデパートなんですが、こちらも、えー、とかなりです、ね、あの予想以上に人出が多くて、あの皆さん、しっかりマスクはしてますけれども、あの意外とにぎわっている状況でした。<laughs> はい、続けてこちら、レストランになります、えー。店内の飲食が禁止されてますので、見ていただいて分かる通、えー、とおり、外でご飯が食べれるようになってます。で、えー、チェックインの際ですね、体温を測ったりとか、あと消毒液で手を、えー、消毒するということは徹底されてまして、でまあ、ニューヨーク、非常に冬は寒いんですけども、こういったあの何て言うんですかね、ヒーターみたいなものが大体常設されてますので、まあ、あの意外と、えー、気持ちよくですね、 えー、飲食を楽しむことができます。はい、こちらショッピングモールですね。こちらも入り口に消毒液が設置されてます。こちらのハドソンヤードというですね、あの一昨年できた新しいショッピングモールなんですけども、えー、これは二週間前ぐらいですかね。はい、あのー、まあちょっとね人手が少ないですけども、普通にお店の方は、えー、開いております。続いてこちらスーパーマーケットになります。 えーとローカルのスーパーマーケットということではないんですけれども、こちらイータリーというですねイタリアの食材を中心に集めた、えー、と有名な、えー、23ストリートですかね、にある、えー、ショスーパーマーケットになります。でこちらは、えー、先週の土曜日ですかね、にとってきたんですけれども、えー、買い物をする地元のお客様で、えー、とにぎわっておりました。 特にあの食材が不足するということもないですしあの皆さん、あの特に、ま、気にすることなく、えー、買い物を楽しんでいらっしゃいますで。こちら左手に見えるのはバーカウンターなんですが店内飲食が禁止されていますのでこちらあの、袋が置いてあったと思うんですけどもこの袋はあのいわゆるピックアップですね、えー、Uber Eats とかがこれをピックアップしてお客様に届けるというのが、えー、最近は主流になっています。 はいえっと最後に観光地いくつかご案内しますこちらのメトロポリタン美術館ですね今あの事前に予約制になってますけれどもあの見ていただいて分かる通りだいぶ空いてましてまあ、当日来てもチケットは買えるような状況です普段は混雑してて見れないゴッホの自画像ですとかそういったものもゆっくり鑑賞することができます続いてこちらブルックリンブリッジになります。 こちらも特に夏はですね、えー、最初から最後までずっと行列が続いているような本当に歩きづらい、えー、観光客が多い人気スポットなんですけども、まあ、冬で寒いということもありますけども、えー、っと非常にえー、っと快適に散歩が楽しめる状況です。はい、こちら最後、えー、GH というですね、こちらもハドソンヤードにできた新しい展望台になります。 これも先週行ってきたんですが、まあ天気が良かったということもありまして。えっ、ー、と、まあ地元のニューヨーク州、ニューヨーク市の方だと思うんですが、非常にえっと混雑しておりました。まあ以上見ていただいた通りですね。ニューヨーク市に関しては、まああの日常生活がだいぶ戻っている。というのがお分かりいただけたかと思います。はい、ニューヨークからは以上です。はい、小林さん、ありがとうございました。たくさんの映像があったので、現地の様子も。あのすごく伝わってきました。 アメリカの方ってマスクをしないイメージが個人的にはあったんですけど皆さんつけていられてなんかやっぱり生活レベルでもこう変化というか日常っていうのが変わってきているなというような印象を受けました小林さん自身も何かこう生活者の目線でなんか変化だったりとかっていうのを感じる点はございますか そうですねあの先ほども申し上げましたけれども、まあ、多少規制はありますけれども、あの日常生活に関しては、まあ、ほぼほぼコロナ前と変わらない状況になってます、ただあの、五、まあ、番街とか、ですね非常に観光客が多くて、あのまあ、煩わしくもあり、ただ賑やかで、まあ、ニューヨークらしくもあったんですが、まあ、そういったあの人出が少なくなっているというところが、ですね若干寂しさを感じますけれども、生活に関しては、特に不便を感じることはないですありがとうございます。 Q&A でも何,度か何名かいただいたんですけれども、レンタカーとかウーバーとか、あのこれまで普通に使っていたものっていうのも、あの通常通り利用することは可能なんでしょうかはいウーバーも問題なく捕まりますし、でレンタカーに関しては、あのまあ、週を超えた旅行が制限されている関係で、逆にニューヨークはあの値段が高くなってます。で週末ににななりりますとと場所によっては車が足りないと いうこともあるみたいですので、あの空港の送迎なんか、あのお問い合わせいただくことが最近増えてます。なるほど、ありがとうございます。事前に準備されることをお勧めされた方がいい。ですねそうですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、ではニューヨークの状況をお伝えいただきました。小林さん、ありがとうございます。ありがとうございます。 続きましてテーマさんではロサンゼルスについてレギュレーションルールを詳しくお伝えいただければと思います。それではここからは小竹さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ロサンゼルス支店の小竹です。改めてよろしくお願いいたします。えっとカリフォルニアおよびロサンゼルスのえっと感染状況、入手条件、感染対策。 出張者の滞在規制や日常生活で動画についてご案内をさせていただきます。次のページをお願いいたします。えっとカリフォルニア州の感染状況というところですね。あの推移をちょっとあのグラフに出て,ているものがあるんですが、あの比較的あの穏やかにずっと推移していたものが年末にかけてあの上がってきて、で1月8日は境にあの下の方にあの下降しているというところが見て取れると思うんですが。 あのまあ、あの分析しますと、まあ、3月にいち早くあの緊急事態宣言というところでカリフォルニアはあの統制が取れていたんですがあのご存知とおりあの差別抗議でもです、ね、ブラック・ライブス・マターというところでですねこれで一瞬ちょっとあの数字が増えて暴動のような形でですねあの結構人が集まってしまったというところが影響していると思われるんですけども年末にかけてはあの感謝祭で、まあ、クリスマス休暇等で移動が増加しで急増したという背景になっています。まあ、人口がちょっとあの 一番多多いいい州州のでですすから全米で最も感染者が多い州という,ふうになっていますスケールとしては、州全体で人口が約3900万人おり、でまあ、ロサンゼルスカウンティーで約1000万というようなスケールになっているんですが、ご覧のようにあのカリフォルニア州の累計,です、ね、累計感染者数が320万人で、死亡者数が約3万7000人という形になっており、感染者数、ロサンゼルス市に関しては107万人。 死亡者数が1万5千人というふうになっており、ほぼほぼあの感染者数はまあほぼ人口の10%、ントぐらいのですねあの推移というふうふになっているところになります。であのハイライトとしましては、ですねちょうど昨日ですねニューサム知事の方からあの自宅待機命令と夜間外出禁止令の解除ということがご案内をされております。まあ、これはあの ICU の,あの残暑率、あの病院のいわゆるまあ集中治療室のですね、 事業が15%を切ってしまった段階になると、この外出禁止令というようなシナリオになるんですが、ちょうどこの残暑がです、ね、15%以上になったというところの経緯で解除されたというふうになっております。これに伴い、あの飲食店、小売店のいわゆる制限はまだかかってはいるんですけれども、あの店舗外での飲食とか、こういったものが可能になっておりますので、というところが最新の情報になっております。はいえっと、次のページをお願いいたします。 で感染状況をこれ地図で表したものなんですが、まあ、左下の,この数字というのは感染者数と死亡者数の推移になってくるんですが、右手の方は約 50, 50群ぐらいの分かれているんですが、このパープルティアという、今、一番感染状態が厳しいですよというところが紫になっているんですが、現時点ではご覧のように、紫色のハイライトのものがほとんどになっています。 まあ、あのロサンゼルスなんかに限定しますと、まあ、車社会でもあり、まあ、ニューヨークのような公共交通機関でのまあ通勤なんていうのがないにもかかわらず、ですね、まあ、感染状況が高い、であのまあ、ハイライトとしては、ロサンゼルスは累計100万人の感染者を超えました、で12月11日に約50万人ぐらいだったものが、1か月で倍増したというところになりますので、まあ、あのかなりあの急激にあの感染者数があのこの1か月の間で増えたということがあのお分かりいただけるんじゃないかと思います。 で現時点、解除されていろいろ変わってきたんですがあの、まあ、旅行に関する規制に関してもなくなりましたし、まあ、一応、3世帯15名までのプライベートの集まりですかねこういったものも OK になっています。 で食料品の買い出し、病院の受診なんか、あとは屋外の運動とか、こういったものはあの規制下の中でもできたんですけれども、まあ、あの生活している段階で、まあ、限定的な活動をしている限りには特に支障があるような印象は持っていないところになります。 でちょっとまあこれはあの予備知識としてですねちょっとあのカリフォルニア州が発表しているところになりますと、まあ、人種でその感染をしているより、罹患率みたいなものが出ているんですけども、まあ、これ参考にご案内しますと、えー、一番多いのが50%がラテンの方ですね、で白人の方が25%、で黒人の方が15%で、アジア系の方は10%というような形になっています。男女比は,男女比はもうほぼ半ほぼほぼ、まあ、半分半分 とといいいうににデーータが出ているところになりまますす、はい、では次のページをお願いしますカリフォルニア州の入州条件に関しましては、入州した後ですね10日間の自主隔離がま義務化されているところになりますで、えっと。到着前にロサンゼルスの空港に限定したお話になるんですけども、トラベラーフォームをオンラインで準備して提出をしていただくという形になります。 であの全米で必要になってくるその陰性証明と宣誓、まあ、書以外にはこの LA にお越しになる方はトラベラーフォームという,ふうになるんですが、えっと、ニューヨークのとは違いですねそのデータのトラッキングの後追いや各ホテルやレンタカーなんかでまあ提示をしてくださいと、まあ、そういった要請に関してはあの現時点では私のほうではあの聞いていないところになりますので、まあ、あのとりあえず登録だけしておくということが必須という,ふうになっているようです。はい、ではあの カリフォルニア州の感染対策の次のページをお願いします。あのこれはちょっとあの細かくご説明をさせていただくのはちょっと省くんですが、えと今こういったティア四つのティアでですね、感染状況を。 と把握してですね、仕事にビジネスに変わるコントロールをしているというところになります。まあ、要するにその一日でその10万人中何人を超えるそのあの新しい感染者が出ましたというところでま色分けをしているところになるんですが、まあ、今の段階では先ほど地図でご覧いただいた通り屋外でのビジネスのみ可能というそのパープルの部分でほぼほとんど推移している形になります。次のページをお願いします。 でパープルティアに関する外出営業規制に関しては、細かくここに規制されてい,ているんですけども、あの美容室なんかもです、ね、あのここにはあのクローズドというカテゴリーに入っているんですが、まあ、これはあの昨日の新しい規制ではです、ねプロ、本当のパープルティアではダメですけども、まあ、美容室負けてもいいよと、まあ、部分的にこれはあの OK とか、そういった調整なんかも入っているところになります。 でこれはちょっと余談なんですけれども、ちょっと飲食店とか小売店がロサンゼルスとかは非常に多いものですから、え彼らがその、まあ、現段階、知事をしているニューサムという知事がいるんですけども、まあ、彼をもう断崖しましょうというこのリコール問題が、結構街中の方でも結構あの、署名を集めたりとか、まあ、そういったものに対策というんですかね、対応するために外出禁止令とかを、まあ、あの撤廃したとか、そういったお話なんかもニュースでは出ているところになります、はい、え次のページお願いします。 えっと、出張者の滞在という部分では、まあ、申し上げたように25日に解除されましたと。であのご出張される方なんかが多分あのご心配されているところというのは、あのロサンゼルスはあの公共交通機関というのがまあニューヨークと比べてあまりあの充実していないところになります。で空港からそのホテルやそのお勤め先なんかにあの向かわれるときに、まあ、バスとかタクシーとかこういったものでも行けるんですが、まあ、かなりあの不便であると思われます。ウーバーなど、こういったライドシェアなんかがあの現段階では空港からでは取りにくい。 といいううようなお話を聞いてますあの具体的に言うとやはりウーバーのドライバーの方なんかもまあやっぱりあの感染を懸念してまあそのサービスなんかを少しまあ自粛というか遠慮している方なんかも多くいらっしゃるようなのであのロサンゼルスのウーバー なんかのライドシェアを使うときというのは、空港のアライバルに着いた後に、ラックシットというそのバスですね、こういったバスに乗って、ライドシェアの集合のターミナルみたいなところに移動して乗るんですけども、私があの後でビデオでお見せするんですけども、見るときには、ライドシェアの,の乗り合いをする場所も、巡回バスも非常にまあ少ない状態でした。ですので、これからあの想像するに、ライドシェアももちろんご利用できるんですけども、なかなか捕まえにくいというところと、 あのそういったものを踏まえると、たぶレンタカーをご利用されるというところか、あるいはそのお勤め先の方の同僚の方なんかにピックアップに来ていただくとか、こういったことというのはあの考えの中にあると思いますで。あとはそのホテルの予約のご滞在とかその外出とか、こういったものに関しては特にあの制限なんかはございません。はい、では、えー、と次のページお願いします。であのー まあ、帰省日常生活という部分であのコメントを申し上げますと、ですねあの、まあ、ステアットホームが、まあ、解除しましたと、で多分近々で多分学校の対面授業なんかもあのコントロールしてやりましょうというふうになりそうなあのお話が出てるんですが、まあ、そうなってくると、多分あのロサンゼルスの高速道路というのはその学生さんなんかのご利用される方が多いと、まあ、結構渋滞なんかにそれが比例してくるところになりますので、多少混み合ってくるんじゃないかなというふうに思います。ただあの、この、まあ、1年にわたるこのコロナの影響で、 まあその小売店なんかが多いその環境なものですから、こういったものがどんどん,どん,どんまあ閉鎖とか、クローズしているところが目立つような印象になっています。で以前はあのコロナの状態でトイレットペーパーとかマスクなんかの買い占めというのが実際発生したんですけども、現時点では、特にあのそういった買い占め等はあのあの発生していないところになりままますすご、はい、ご説明は以上にになりりちょっっととビデオをを撮ってまいいいししたたので簡単にあのご紹介をしたいと思います。 今あのご紹介、ご覧いただけているのが、ロサンゼルス空港のえっと2日前の様子になります。えっと、出発ロビー、到着ロビーとあるんですが、こちらの方は2階の出発の,あのゲートになります。いつもこの辺りは渋滞でも、前の車の進むのもすごい混み合っている状況なんですが、ご覧のように車が少ない。でこちらの方はアライバルになります。バスが見れるのは、これはレンタカーの,あの巡回バスになって、これに乗ってレンタカーのオフィスの方に行きます。でこちらの方もあもピックアップされる人も非常に少ない印象です。 でえっとロサンゼルスのこの空港内にコビットテストサイトがあります。こちらの方はあの125ドルがあのかかるんですが、3時間から5時間の、えー、間でそのコーナーの陰性なんかの結果がすぐわかるというようになります。でターミナル6えこれのあの道路を渡ったあの中の島のところにこういった施設があります。えー、ですのであの3時間5時間ぐらいで急いで検査をしたいときにはこちらをご利用いただけるといいと思います。 でこれはあの外出禁止令が撤廃される前の,あの高速道路の風景を撮ってきました。でこれはワンテンと呼ばれる115線という、まあ、ほ,ぼほとんどもダウンタウンに近いエリアのところを撮影してきたんですが、あの外出禁止令といっても、これだけあの車が走っているというような状況になります。ででこちらの方はですは、ね、ダウンタウンにあるリトル東京というエリアになります。ちょっと殺風景な風景で驚かれるかもしれませんが、この道路をです、ね、この石のブロックであの。 道を作ってですね店外飲食ができる場所をこういうふうに確保しながら食べて,食べていただくと、この段階ではまだ外食ができない状態だったので、結構さらっとしてますけれども、ちょうど今はここにテントがあって、飲食ができるような形になっているというふうなイメージになります。まあ、これあの撮影をしたのは、朝10時、11時ぐらいの時間帯だったものですから、まあ、ちょっとあの誰もいないような感じになるんですが、ちょうどここにえ机とかが並んでいるようなイメージでしょうか。 でえっと、今、ワクチンがあのロサンゼルスであの、うん、医療従事者、そしてまあ高齢者の方を中心に予約制でえ今、打っている状態になるんですが、その,あの接種場としてあのいくつかえご紹介するんですが、こちら、ドジャースタージアムという野球場のところだったりとか、こちらの方はディズニーランドにある、まあ、駐車場を利用しているんですが、接種サイトになっています。ディズニーランドの方がかなり混み合っていました ででこちらの方は私の近所なんですけども、まあ、生活圏どうなってるのっていうところでですねご紹介するとトーランスというあの日系の人たちが多く住んでるエリアなんですがその海岸線なんかはいつもあの散歩をされる方とかロギングをされる方とか、まあ、こういったことが多くあのいらっしゃるとなるんですね、まあ、ちょっとあのこれはお昼の2時ぐらいだったんですけどもあの平日なんですけどもねまあ,あの これ休日だったらちょっとまたもう少し人が多いんですけども、ご覧のように、まあ、皆さんあの、散歩をしたいとかっていう形で、まあ、止まってる車なんかも多く、まあ、あの歩いていらっしゃるというようなことが見れて取れるんじゃないかなと思います。ね あのこちらの方はですね、えー、モールの近くにある日系の食料品のスーパーマーケットの風景です。でこちらの方もですね、あの普通にお買い物、入場制限とはもちろんあるんですけども、あの普通にお買い物をすることができますし、まあ、そのロサンゼルスなんかでその日系食料品ですかねあ、こういったものなんかをあの手軽に入手することができますであの。フードコートなんかもあるんですがあの、椅子がひっくり返っていると思うんですが、店内飲食できませんので、こういった形で。あのうんと テイクアウトですねテイクアウトができるような形になっていて、皆さんお待ちになっていますで。ショッピングモールの状況なんですが、これはデルアモモール、これユニクロなんかもご覧いただけると思うんですが、えっと、お見せしたいのが入場制限をあのご覧の通り、この行列を作って、です、ね、ソーシャルディスタンスを保った状態で、あの入れる人数をコントロールしながら営業をしているというのが見て取れると思います。まあ、ちょっと人数はあの少ないんですけど、あの皆さん、モールの中でもあのお買い物をされているというところが見て取れるんじゃないかと思います。 であのちょっとこれ、地元のスーパーマーケットで、トレーダー・ジョーズという人気の,あのスーパーマーケットなんかもあるんですが、まあ、こちらの方もあも入場制限なんかをしながら、ですね入り口にあのその手の洗浄液なんかとか、入場をコントロールするあの係の人がいらっしゃるんですけども、そういった人が調整をしながら、普通にあの買い物をして、中であの買い物をすることが可能になっています。 なので、まあ、ちょっと申し上げたいところとしては、あまりその買い物とかそういったもので支障があることはないかなというところですかね。まあ、ただあの、皆さん、マスクをする文化がなかったアメリカで結構、こういったもの、皆さんがマスクをして動いているというところは、まあ、この1年間で大きく変わったところかなというふうに感じているところになります。はい、私の方からは以上になります。はい、たけさん、ありがとうございます。 ロサンゼルス3人に1人ぐらいの人数で感染広がっているという数字だけで聞くと驚いていたんですが映像で見ると、はい、あの日常生活あの戻ってきているなという様子分かりましたあ、はい、ありりががととううごござざいいまましたすあ、えー、とちなみに、まあ、感染者人数はちょっとまだまだ多いのかなとは思うんですけれども企業の対策っていうのはあのコロナ用にこう何かされてたりとかテレワーク推奨などの話は進んでいたりしますか はい、あのおっしゃるとおり、そのエッセンシャルっていうキーワードで、その実際にそのご出勤をしなければいけない事業とか、まあ、我々の HIS のようなのエッセンシャルとして見なされてませんので、在宅勤務というようになっているので、ここでがっちりも分かれてしまっている状態になります。であのまあ、その業種によってて分かれてる もう印象としては皆さん、在宅の方が非常に多い印象で、もう1年間の間で、このズームなんかをはじめとする、こういう通信技術というんですかね、こういったものをなんか、扱える方が非常にまあ増えまして、ですねこれを駆使したサービスなんかもいろいろ出てるというのが、現状だと思いますはいありがとうございました。はい、ロサンゼルスの様子をお伝えいいたただきまました小竹さんありがとうございます 最後に Q&A の時間を設けておりまして現地指定のスタッフに再度登場いただきますのでご参加の皆様も何か気になることがございましたらどしどし Q&A にお寄せください今もたくさんいただいておりますのでできる限り回答させていただきます、はい、それでは続きましてトーク2当社が提供しますコロナに対応したサービスについてご紹介をしてまいります はい、えー、こちらはご覧いただいております。6つのサービス内容を紹介させていただきます。まず1つ目ですね。航空券や詐称の代行手配、各国の隔離ホテルの手配については、えー、各自あ随時行わせていただいております。特に航空券なんかはですね。外資系日系問わず、あの手配させていただいておりますし。し、えー、当社にお願いいただければですね。だい、あの代替など。 フライトキャンセルですとかスケジュールの変更たくさん入ってきておりますけれども私どもでしたら代替など探すこともさせていただいております。査証に関しましては、えー、一部の国に絞っての代行手配を継続させていただいております平時とは異なるんですけれども渡航再開の状況次第で多様な国も変わってまいりますのでえ随時お問い合わせをいただければと思います。 続いてホテルに関しましては現在ロサンゼルスも追加になりまして8カ国10都市で渡航支援サービスというのを行わせていただいておりますこちらも情勢次第で新しいサービス展開を考えておりますのでご希望がございましたら都度お問い合わせをください続いてアメリカ独自のパッケージプランということで今、掲示しているものはニューヨークのものなんですけれども どういったものかといいますと、現地で空港からホテルまでの片道送迎、あとは4泊分の宿泊と合わせて、4日目の PCR 検査代行予約、その PCR の代金と、と当日のアテンドもついたようなパッケージプランとなっております。 えー、PCR 検査の陰性証明書がありますと自主隔離の期間を短くすることができる、えー、ニューヨークなんかはこういったものも商品として展開させていただいておりますロサンゼルスに関しては10日間の自主隔離、えー、義務付けられておりますが日本帰国前の PCR の検査の対抗予約なんかというのもあのホテルの手配と合わせて承っておりますのでぜひあのお問い合わせいただければと思います。ご紹介しておりますホテルは ニューヨークのホテルでステイブリッジスイーツなんですけれどもこちらはあのタイムズスクエアまで徒歩10分キッチンですとか食器ですとかあの冷蔵庫なんかもついているようなあのホテルですごく滞在しやすいということでこういったあのホテルもセットにしておりますのでぜひご検討ください、はい、で続きまして日本出発前の PCR 検査代行予約についてです HIS では業務渡航向けの PCR 検査を行っているクリニックと提携をしまして渡航日ですとか渡航される国に合わせてですね、えー、コロナウイルス感染症の陰性証明書の取得アレンジできる体制を構築しております、えー、証明書の発行方法もですね、言語としては日本語、英語、中国語の表記可能など各国に対応させていただいております。 HIS で代行予約できるクリニックは全国に展開しておりまして、関東、関西、中部、東北ですね、他の地区に関しても随時更新予定となっております。えー、こちら、続いて HIS ご利用いただくメリットです、えー。渡航スケジュールと渡航先の国のルールに沿った PCR 検査のスケジュールや、提携クリニックのご提案をさせていただいております。 また航空券、隔離ホテル、車掌と合わせた旅行手配による渡航準備スケジュールの管理が可能となりますので、ぜひお問い合わせいただければと思います。はい、続きまして、これまで海外渡航向けの PCR 検査と陰性証明書のご案内をいたしましたが、こちらは日本国内向けの PCR 検査キットのご案内です。企業様、団体様向けに自宅で検体を採取しまして、検査機関へ送付。 結果をオンラインで確認することができるプラメットの PCR 検査キットとなります。特徴は3つです。自宅で検体を採取しまして、郵送で検査機関へ送り、ウェブシステムチェックコロナで検査結果の確認が可能となっております。検体到着後、最短当日に検査結果をお知らせすることができる点と、プラベット社の衛生検査所、検査技師、医療法人管理の万全な検査体制でご利用いただく、 がでさまざまな料金帯で PCR 検査今提供されているかと思いますがこちらのスライドはより安価な PCR 検査と何が違うのかという点少しご説明させていただいております HIS がお勧めいたします国内 PCR 検査キットは衛生検査所での検査となりますので国への登録や保健所の審査などを経て解消されております実際の検査時も臨床検査技師が駐在し 常駐しておりましてここが民間の PCR 検査との大きな違いになりますまた検査結果は医師による鑑定診断となりますので万が一陽性の判明が出た場合は保健所と連携を行います保健所にて再検査を行う必要がなくなります速やかに入院や療養などの措置に移ることが可能となります ご料金は1個あたり1万2000円となりますが10個まとめて購入ですとお安くなるようなセットプランなどもご用意しておりますのでぜひ詳細はお問い合わせいただければと思いますえ続きまして、えー、隔離ホテルや PCR 検査以外にもニューノマルの業務渡航支援サービスとしましていろいろなさまざまな商品をご用意しております 1一つ事例がこちらの感染症予防セットですね。企業様が自社の従業員さんを出張させるにあたって必要不可欠な衛生用品のものをパッケージ化しているものです。マスクやニトリル手袋のほかに500ミリリットルのペットボトルにタブレットを入れて作る除菌や消臭剤、出張先で簡単にご自身で検査ができる抗体検査キットなどを投封しているものとなっております。 またあ続いては手荷物ハイヤーですね。こちら日本入国時の水際対策により公共交通機関利用できなくなってますのでご移動の際ご利用いただけるハイヤーなども手配を受けたまっております。待機時間あですね日本あの PCR 検査などで遅れた場合の待機超過時間のあの追加代金もいただいておりませんですし英語 中国語が話せるドライバーへの追加代金なしでのアレンジなども受けたまっておりますはい。えー、続いてレンタル HIS のご紹介です、えー、こちらはお客様が出張先で行う予定だった業務を海外拠点スタッフが代行またはサポートするようなサービスとなっておりますいくつか事例をご紹介させていただきます、えー、こちらは営業代行、販売代行をしているものです、えー、現在ですね、タイやシンガポールの支店で西松屋様の商品を このように店頭で販売させていただいております、えー、グローバルネットワークを活かした代行、えー、販売の実施販路拡大の実現につなげております次の動画では、えー、とアイリス大山様の商品を店頭販売しているものですね、えー、実際に、えー、営業基盤を活かした法人顧客への直接販売だけではなくて SNS のライブ販売なども行っております ちょっと駆け足になりますが、次行っていただいてご覧の通り、我々のあの海外拠点や現地スタッフ、また構築されたターゲットを活用してえ、販路拡大の実現を行っております。もう一つだけ事例ですね。日本一展示会の様子です。こちらは現地の会場から中継でつないだものなんですが。 カメラをですね、左のマークをです、ね、動かすことができますので、えー、展示場会場からつなぐことだけではなくて最近ではあの機械出荷時の研修時の活用やオンライン中継の様子レポートというのもご依頼いただいていたりします。 その他にも事前調査代行や代理業務というのを行っておりますので、ぜひご予約お問い合わせは、ですね、現在、弊社をご利用いただいているお客様に関しては営業所へ、いただいたことがないお客様に関してはスライドの値絡先へ、ぜひお問い合わせいただければと思います。はい、い販売スタッフ一度心よりりおお問い合わせを待って,しております。 ちょっと駆け足になりましたが当社が提供できますサービスについてお伝えしてまいりました限られた時間残りわずかとなりますが可能な限り Q&A に答えていきたいと思います現地スタッフの3名の方カメラマイクオンで、えー、ご準備をお願いいたします、はい、早速質問、えー、たくさんいただいてますので私の方で読み上げて回答いただきたいと思います まず、えー、ですね、アメリカ現地での P.C.R. 検査は無料ですか、また費用はおいくらでしょうかと来ていますね。出発前の検査だと思います。はい、こちらお願いします。 えこれもですね、ちょっと週に違いまして、例えば私の住んでいるラスベガスですと、どなたでもまあ無料で受けれます。結果も次の日に出るので、かなり早いです。ただ、私がお客様とお話しする中では、例えばワシントンの方です、シアトルとかポートランドの方では、無料のところはなかったりもしますので、費用がかかる場合はだいたい120ドルから150ドルが平均相場ですね。空港であのラピッドテス受ける場合は、えー 場所にこれも航空会社が提供するものであれば250ドルと高額だったりもします。はい。ありがとうございます。VCR 検査についての質問をたくさんいただいてるんですが。 検査結果の判定、証明書の交付までにはどれぐらい時間をするんでしょうかといただきました。いかがですか。そうですね。これも今お伝えした通り、私のおに、ね、住んでいるところは次の日には出るんですけれども、と空港で受ける場合もロサンゼルスの空港内であれば、えー、5、6時間で結果出るところもあります。ただやはりあのー、田舎の方に行きますとですね、なかなかやはりその検査機関に持って行って調べるのに時間がかかるので、えー、72時間ギリギリだった方もいらっしゃいますね。 はい、ありがとうございます、えー、と大変恐縮なんですが時間となってしまいましたので一旦あのライブでの回答は以上で終了とさせていただきまして回答できなかったものに関しては別途メールにて回答させてあげたいと思います。3方ありがとうございました 間もなく60分終了の時間となりますが時間許す方はぜひ最後お付き合いいただければと思います。本日ご参加いただきましたアメリカ法人より現在の取り組みなんかもご紹介いただく予定となっておりますので最後一言、小林さんお願いできますか、はいえー、すみません、時間ないので手短に、えー、と HS アメリカでは YouTube 視点を開設しております。 でトラベルニュースオンラインとしてですね、アメリカの最新情報を週2回、えー、アップしているんですが本日お伝えしたような、えー、出入国の条件ですとかさまざまな、えー、と情報を、えー、アップデートしておりますのでぜひチャンネル登録をお願いいたします。次お願いします。 また今、渡航制限がある中、ですね、えー、とオンラインでの旅行体験というのが非常にはやっておりまして、HIS アメリカでもオンライン体験ツアーを販売しております。こちら、の企業様向けのカスタマイズ、非常に好調で、えー、とお問い合わせいただいておりますので、えー、視察旅行も、もしくは社員旅行にぜひご活用くださいませ。はいはいえー、と最後になりますが、えー、と旅行以外の事業、えー、最近進出しております。 の、えー、と事業に、えー、と乗り出しておりまして、えー、12月よりうまみキットというブランドで、えー、と展開をしております。 こちら、えー、とアメリカにあるです、ね、日本食を、えーまあ、簡単に言うとサイトで販売するという事業なんですけどももし今日参加されている企業の皆様で、えー、とアメリカにレストラン等をお持ちの方、えー、コラボレーションさせていただきたいと思いますのでお問い合わせくださいませで最後に、えー、と商社事業ということで今後アメリカ産のワインですとか、えー、とクラフトビール等をです、ね、輸出していこうと思っておりますこちらもです、ねえーとまあ、今回セミナー参加されている方で日本で小売り、まあ、飲食等 やっている方がいらっしゃいましたら、ぜひ HIS が、えー、と輸入の代行をです、ね、させていただきたいと思っていますので、あのまあ、今回のね、ウェビナーをきっかけに、皆様と一緒にお仕事していきたいなというふうに思っていますので、今後ともぜひよろしくお願いします。アメリカからは以上ですありがとうございました ご参加の皆様、時間過ぎてしまいまして申し訳ございません。最後までお付き合いいただきありがとうございます。あっという間の60分間間もなく終了となります。最後、私どもよりクロージングとしまして、いくつかご案内を差し上げます。はい。本日のウェビナーのまとめですね。入国できるかどうかに関してです。エスタ、査証を取得されていれば入国が可能です。ただし PCR 検査の陰性証明書や、渡航14日前の渡航歴に注意が必要となります。 週や空港ごとで対策やルールが異なりますので、目的地に合わせてご確認をお願いいたします。トラベルフォームなどの入力や自主隔離の期間なども異なっております。感染状況につきましては、全米でピークよりは下がっている状態です。特にロサンゼルスでは昨日より帰宅・自宅待機命令や夜間の外出、ね、禁止令が解除などの変化もあります。はいえー、最後にですね、外出される前に、画面に表示されますアンケートにご協力をお願いいたします。 ツイッターや YouTube の公式アカウントも作っておりますのでぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。またコラムのインタビュー取材を試みましてです、ね、コ,ラコラムというのも書いております隔離期間中の生活の様子や出発前までの苦労したことなどをまとめておりますのでぜひ HIS コラムと検索いただいて渡航前の準備にお役立ていただければと思います。 ウェビナーのご紹介です。今後もですねこのような形で各国の情報をお伝えしてまいります。その中でもおすすめは2月9日水曜日に行われます HIS ロードショーということでコロナウイルスに対応したニュースソリューションということでイベントになっておりますのでぜひお時間ある方はご参加いただければと思います。はい それでは最後、駆け足になりましたが、以上をもちまして、本セミナーは終了となります。お忙しい中、最後までお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。また次のウェビナーでお会いできることを楽しみにしております。では、ありがとうございました。